日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらミスタードーナツの2021年版ポケモンドーナツと、あとムギュットドーナツ、ロースターマリー、パイ3種といった発売されていたけどまだ食べられていなかった商品を食べたいと思います。なんか何年か前にイーブイの曲で踊ったことあるんですけど、また会えましたね、イーブイ。そしてこちらピカチュウの振り向きドーナツ3種類、中身はそれぞれ違うのかな。そしてポッチャマもいますね。ピカチュウドーナツは以前食べているので今年もレビューはカットさせていただきます。詳細は以前の動画で。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらムギュットドーナツローストアマニからいただきます。アマニってアマニ油とか言いますよね。そのアマニなのかな。美味しそうです。では、次はこちらのパイ、キノコパイとチキントマトパイのどちらかだと思うんですけど、どっちなのかな、忘れた。後でこの辺に出しておきますね。では今のはチキントマトパイだったので、こちらがキノコパイですね。こちらもいただきます。続きましてはチョコレートパイ。ドーナツなんだけでなくパイにも甘いのあるんですね。ではいただきます。続きましては EV ドーナツ、中はどんな可愛いドーナツなのかな。おお、多分キャラメル味か何かに白いトッピングが乗されている可愛いドーナツですね。ではいただきます。多いのですが今年はどうなのかな。ではいただきます。続きましてはポッチャマ、あとグレイシアと、あ、もう一匹なんかいたけど、あ、パチリスだったかなの、いずれかが入に入ってるドーナツで、表面の青い水色のザラザラは何なんでしょう。ではいただきます。ラストは EV ドーナツ。ちょっとクリームの入り方がこんな風になってるのが可愛いですね。でも可愛くでも食べちゃう。ええ、可愛くて美味しいドーナツのためならたとえ火の中水の中っていうのは言い過ぎかな。あれ、そういえばポケモンの歌にそういう歌詞あったなって、いつの話だよって話の話ですけど、またこうして来年も会えたらいいなって本当に本気で思ってるよ。最初に食べたムギュットドーナツローストアーマニは、以前食べたムギュットドーナツのように甘さは控えめでもっちりとした食感も楽しむパンなのですが、ミスタードーナツであえて頼むような味ではないかなと思いました。やっぱり甘さとかをまとめてしまうので、そこはちょっと残念でしたね。体に良さそうな気はしましたが、で続いて食べた3種類のパインはいずれも表面がサクッとしていて、生地がボロボロと崩れるのは難点ではありますが、まず生地は共通で良かったです。その上で最初に食べたチキントマトはトマトのさっぱりとした酸味が、次に食べたキノコクリームはクリームの濃厚な旨味が、最後に食べたチョコレートパインはチョコレートの甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです。どれも中の具材と相性は良かったですね。で今回の本命であったポケモンドーナツ、まずイーブイの振り向きドーナツはイーブイの可愛さを出しているようなドーナツなのかなと思いきや、中にチョコレートが入っていてそれがほんのり甘いんだけどビターな部分もあって、ちょっと意表をつかれた 感がありましたね。それが良かったね。続きましてポッチャマ以下2名の振り向きドーナツは、表面のザラザラがソーダチョコレートでした。なのでちょっと爽快感がある チョコレートで、今まで食べてきたドーナツとはまた違った美味しさがありましたね。ソーダチョコレート、本当ソーダ飲むのは苦手なんですけど、こういうのは好きなんですよね。なんでなんだろう。続きましてピカチュウドーナツ、あ、順番間違えた、まあいいか。ピカチュウドーナツは表面のチョコレートはやっぱりプリン味だったんですが、それ以上に中のカスタードクリームが結構濃厚でかなり美味しかったですね。このカスタードでもっと他のドーナツも食べてみたい。そしてラストに食べた可愛い EV ドーナツ、こちらは可愛さに似合わないさっぱりとしたホイップクリームがイーストドーナツの生地とよく合っていて美味しかった。ただ外側のキャラメルの主張はちょっと弱かったかな。それも可愛さなのかもしれませんけど、なので可愛さで言ったらもちろん EV ドーナツなんですけど、味で言うと今回はこちらピカチュウの振り向きドーナツが一番美味しかったので、ピカチュウを代表としてこちらの点数と6点とさせていただきます。
ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。